ご紹介どうもありがとうございました、えー、ただいま紹介に預かりました、えー、山田と申します、えー、今日は東郷生命科学研究科で行われている研究のうち、えー、マクロ系の研究の一例として、えー、自分の研究が紹介できるということでとてもワクワクしております、えー、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思っていますのでぜひとも、えー、お楽しみくださいそれではスライドお願いします はい、では早速お話を始めたいと思うんですけれども、まずはあの自己紹介から、えー、始めたいんですが、先ほど少し言いましたけどマクロ系、つまり生態学の研究をしています。研究対象は植物 ですえー、と内容は後でお話しますが最近は研究とともに研究成果の公表つまりアウトリーチ活動にも力を入れているつもりでして例えば、えー、と昨年度は、えー、こういった本を、えー、2年前ですかねこういった本を出しましたし去年は、えー、とホームレス支援も同時に行っている「ビッグ・イッシュ」っていう、えー、雑誌が、えー、あるんですけれども、えー、とこの雑誌の方で、えー、と特集記事を えー、作りました、えー、生物多様性に関する特集記事を、えー、一緒に作ったということをしました。からこれ個人的にはあの大きなことだったんですけども今年の、えー、お正月の、えー、NHK 総合で行われた、えー、放送された、えー、番組の方で鈴木亮平さんとか上白石さん と一緒に番組を進行させたという生物学の専門家として参加したとい,いったこういった活動もしています。で研究活動の方なんですけれども大体熱帯雨林っていうのを研究の場にして研究を行っています。で熱帯ですから日本にはないような風土病とかもあるんですけれども熱帯林を求めて奥へ奥へと入っていく。 途中にに時々病気になっったりすることもあって、例えばあのこれあの文一総合出版社っていう出版社が出しているウェブマガジンなんですけどもそこにあのなってはいけないマラリアになってしまったというマラリア糖病気も書いておりますので、えー、とご興味のある方はですね、あの研究のお話ではないんですけれども、えー、と研究とともにこんなこともありましたっていうエッセイ的なお話なのであの誰でも楽しめると思います。 でえっと、研究なんですけども東南アジアの熱帯林が、えー、中心の場になっていますで、えっと、目の前に見えているのはアジアの地図なんですけれども黄色く塗られた地域があると思います、えー、ここが僕の研究地になっていて、えー、とこういったところに、えー、研究のために訪れて、えー、熱帯林および熱帯植物を観察していると。 ということです。研究は生物多様性なんですけれども研究成果としては最近はグローバル・チェンジ・バイオロジーとかエコロジーに論文を出していて、まあ、それなりに引用はされていると。 まあこういった研究活動をしていますでえっと研究活動の内容についてはですね研究家の方に研究を語るっていうページがあります。ここに詳しくえと自分の思いをえ込めて文章を書いておりますのでえっとぜひとも訪れていただければなと思っています。少し長くなりましたけれどもえっと自己紹介ということをさせてもらって早速お話に入っていこうかと思います。今日は皆さんと竹のお話をえ楽しんで 行きたいと思っているんですけれども竹知らない人っていうのは聞いてる人いないと思うんですねただし竹って言った時に皆さん竹はイメージできると思いますが竹の何を知ってるのって言われたら途端に皆さん自信がなくなると思うんです僕広島に住んでいますけど広島のことどれだけ知ってるのって言われたらあのちょっと答えにくくなるで私たち生物学者はまさにこんな感じのことをしていてえっ、ー、と。 生生物を私たたちままれた時からやってますもっと言うと人は生まれた時からやっているんだけれども自分って一体何だろうっていういことに未だにまだよく分かりませんでこういったものを不思議に思っている人たちが分からないと気持ちが悪いからなんとか分かってやろうということを、えー、と50になっても60になっても続けている人たちがここにおりますので。 これを聞いてる方、思春期の方もいるかと思うんですけど自分って一体何だろうってアイデンティティを探す時期かもしれないんですがあのその人の中には自分探しの旅に出ちゃったりする人もいらっしゃるかもしれません自分探しの旅に出る人はありません自分とは一体何だろうと悩んでしまった時は統合生命科学研究科に入ってくださいいやというほど生命について自分の理解を深めることができます。 で今日はその生命の中で竹について皆さんと一緒に理解を深めていこうかと思っているんですけれども竹、ね、あの日本にもたくさん生えていますけれども、えー、とこの地図で表されている、まあ、これ、世界地図なんですけれども、まあ、色がグレーで塗ってある地域に、えー、と竹が生えている地域になっていますあまり高緯度地域には出てきていません日本が一番の高緯度の限界になっているぐらいなんですけれども熱帯域を中心に、まあ、このように竹は分布していると。 いうところですで熱帯域に竹が分布しているので少しえっ、ー、と変わった、えー、世界の竹のお話をしようと思いますが左側に見えているこの竹ですねあ、ちょっと写真が暗くて見えにくいかもしれませんがこれ竹は竹でもインドネシアに生えている鶴の竹なんですね竹って言うと僕らはスーっとあの幹が伸びているっていう様しかあの想像できないかもしれないんですが熱帯に行くとこのように鶴になっ ていて他の植物によじ登りながら生活を行っているっていう竹もいます。から右側の方に見えているのはえっとこれ僕も研究でよく行くミャンマーなんですが、ミャンマーで見られる竹です。ミャンマーはミャンマーは本当に竹の多い地域です。で竹が多いだけではなくて竹が生活と えー、とても密接に結びついていて、日本と同じように竹を食材にしてます。竹の子食べてます。えっ、ー、とお昼ご飯をね、あの食べたりするときは竹の子のスープですとか、竹の子を炒めたものがよく出てきて、あの美味しく食べさせてもらってます。 で食べるだけではなくて、建材としても重要な役割を演じているのがミャンマーの竹でして、これ、竹を建材として竹を集めているところです。で、えー、と集められた竹は例えば、民家の、えー、と壁を作ってみたり、それからこれもすごいんですけどね、あの建物を作るとき、足場を組むんですけど、その足場、竹で上手にこんなふうに組んでいるんですね、こんな感じで、えー、とミャンマーの生活を支えているという、えー、存在の竹でもあります。 さて日本の竹の話をしていこうかと思いますが日本の竹はですねあのこれだけ種類がいると言われていますけれどもとはいえ孟宗竹、真竹、八竹ていうこの3種類があのほぼほぼ優先しています。でえっと、竹の面積っていうのは結構広くて日本中の竹林を合わせると16万ヘクタールにも及ぶそうです。 とはいえ16万ヘクタールねあまり広すぎてあのすぐには想像できないぐらいの広さなんですけども例えば香川県この1つの県が18万ヘクタールなのでまあそれより一回り小さいぐらいの面積がまあ竹だけで埋められているとまああの1つに固まってるわけじゃなくていろんなところにあるわけですけどもえとそういった状態ですまあだからこそ私たちにはあの身近なものに感じられているという竹なんですね でえー、とこの竹なんですけれども竹、えーと、幹が地面から伸びてきて、えー、と新しい幹、えー、ができていくわけですけれどもこの地上部のことを一本一本のことをこの公園では幹というふうに呼んでいこうと思いますで缶はどのように再生産されていくのか生産されていくのかというと普通は竹の子です、竹の子がにょきにょきと出てきて竹の子を介した新しい幹の生産というのが普通は行われているんですね。 でちょっとこぼれ話なんですが、えー、と研究室でハチクを作り、えー、と研究し始めたのでじゃあ食べてみようかということになって、えー、と研究室で、えー、ハチクのたけのこを食べてみたんですがかなり美味しいですねえぐみも少なくて甘みも強くて、あのー、あまり調理しなくてもあの美味しくいただくことができますのであの近くにハチクの話があればぜひ、えー、試してみてくださいでほぼほぼ タケノコで新しい缶というのは生産されるんですけれどもごくごくまれに花をつけて有生生殖というやり方で新しい缶を作るということもあります。この今ご覧いただいている写真はミャンマーで見たバンブサっていう属の開花の写真なんですけどもこのバンブサっていう種は60年に一度しか咲かないというふうに言われています。 でまあ、この種類の場合は60年に1回だけ開花して残りの59年間はタケノコで、えー、と缶を生産しているというそういった生き様を持っています。でなんとなくですねケの,の、えー、個体群維持缶の維持の仕方っていうのがこれで通じたと思うんですけども、えー、とそういったことは頭に置いていただきながら八区のお話をしたいと思いますが今日紹介する八区はですねもともと日本にいた といういいい植物でではないらしいです。日本生態学会の方で外来生物というものの定義をしているんですけども人と共にもともといないところに連れてこられた生物を外来生物と日本生態学会は、えー、定義しているらしいんですけどももともとハチクは中国の方にいてそれを人間が日本に運んできたということになりますので、まあ、ハチクは外来生物になります。 でえー、とその8区なんですけれども開花の周期っていうのは結構長くてです、ね、120年ですすすね年年に一度だけ花を咲けます残りの119年間はタケのコで、えー、と幹を、えー、再生産しているということなんですが120年に一度と言われると8区の林の 120, 年120分の1の面積が毎年毎年咲いているのかというイメージも持たれるかもしれませんがそうではありません。 咲く年と咲かない年の村がはっきりしていて咲く年にはほぼすべ、えー、ての蜂竹が一斉に咲きます日本中の。で咲かない年は、えー、とほぼすべての蜂竹がたけのこで、えー、幹を生産しているというまあ、そういったメリハリがはっきりしているという植物です。で前回 日本中で一斉にタケノコがハチクが咲いた記録はいつあるのかというと1902年なんですね。1902年というのもこれまた古すぎてよくわからないんですがこれ日本の年表を書いていますけれども第一次世界大戦よりも古くってまあ日露戦争をやろうかなやってるかなっていうぐらいの時に花が咲いたようです。それ以来咲いていなくってそれから120年後の周期で咲くとするならばちょうど今年ぐらいから咲くんじゃないかなというところが予想されているわけですね。 でえっ、ー、とこうしてえっ、ー、とハチクの、えー、花がなかなか咲かないというところは伝わったと思うんですが、だったら見てみたいなという気持ちになると思うんですが、見ると少しがっかりすると思うんですね。これが花です。えっ、ー、とすごい花が咲くのかなと思うかもしれないんですが、ハチク自体は花粉でえっ、ー、とあ風で花粉が運ばれる花ですから、えー、目立つような学編とか、えー、花弁を作るわけではなくえっ、ー、と。 こんな感じですねあの体の外に、えー、と薬を出して、えー、とこれが花ということです、これが、えー、120年に1回ぐらいにつくというところでこれをです、ね、今回、えーと、東広島市で観察したので花が咲くと何が起こるんだろうといったことを、えー、研究しました。 でえー、とこれは東広島市某所にある研究サイトなんですけども、えー、と今ここ、滝が咲いているのでここに8メートルける3 2メートルの四角を作ってこの中を徹底的に調べるということをしました、えー、と2020年に花が咲いたのを確認したので、えー、その,後2020年のあと 2021, 2021年の1月5日開花半年後にすべての間に、えー、このようにナンバーをつけて その後、開花がどのように進んでいくのかっていうのを毎月1回継続調査をしているということで、開花が2020年に起こったので、今、20年、21年、22年と,と観察を続けているというところになります。で、これがーとその8 m × 3 2ルの調査区の基本情報なんですが、管の直径回頻度分布を書いてみると、だいたい5ンチから6ンチぐらいの幹の竹が。 たくさん入っていてます、まあ、大体皆さんのイメージ通りだと思うんですがこの塗り分けは一体何なのかっていうとオレンジ色が開花した缶青色が開花しなかった缶で、えーとまあ、一目瞭然だと思うんですが、えー、咲かなかった缶よりも咲いた缶の方が直径が太いんだといったことが分かりますで。右側のこのカラフルな図は何かというとこれが 8m×32m の調査区なんですが、えー、とそれにどれだけ 咲く魚へ関係なく竹、えー、が,が生えていたのかっていうのを示しているんですけれども、まあ、大体ですねあの多少のばらつきはあるけれどもどの、えー、場所にも竹は生えているというこういった調査区で研究を進めましたでじゃあ花はどれくらい咲いたのかというと2020年一番最初に咲いた年がここにデータが 示されているんですが45%全体の45%の缶が咲いたんですけどかなりムラのある咲き方で図で見ると下の方だけ咲いてます茶色の方が100%咲いたというので上の方が0%の青になってます下だけ咲いていたんですねで咲いてなら上の方が次の日咲くのかな次の年咲くのかなと思って去年観察したらどこも咲きませんでしたあこれで開花は終わったのかなと思って今年を迎えたらここのところが 今今年今咲いていてますで結局2020年からの3年間で81%の缶が咲いたということになりました。で開花した缶はどんな運命をたどるのかというと2020年に開花した缶と開花しなかった缶で分けて運命を見ると150本開花しました2020年にそれがえと1年後になると24本もうほとんど全部枯れます。さらにもう1年経つと 150本のうち7本しか生き残ってなくてこの7本ももうほぼ枯れかけてます葉っぱがなんとかついてるのでまだ枯れにはしてなませんがあのほぼ枯れているということでこの観察から咲けば枯れるんだなとただ3年もするともしかするとすべて枯れるのかなと思われるかもしれないんですが咲かなかった方を見てみますとほぼほぼすべて生き残っているというところでまあこっちが119年やってきたことなんでしょうね。 で、花が咲いてしまうと咲いた感は枯れるということです。わざわざあの枯れてしまうようなことをしているということなんです。で枯れてしまうので、環境は激変です。どのように変わるかというと、これ咲かなかったところを見てみますと。と咲かないで死なないわけですから。上の方に葉っぱが密にありまして、臨床は真っ暗です。 ですからこんなところに入ってくる、えー、草なんていうのはないんですが枯れてしまうと葉っぱが落ちてしまって光がとても強く入ってきますですからこのようにです、ねあのー、雑草がたくさん入っているというので、えー、と咲いた後の林内の世界竹林内の世界というのはものすごく大きく変わりますでじゃあ故視した缶をどのように生み合わすのかっていうのが 次、問題になってくると思うので、これ考えてみたいと思うんですが、まず僕はたけのこが出てくるんだろうと思ったんです。しかし、これは間違ってました。ここの,このね黒く書いてあるところが、2021年、開花の次の日に出てきたたけのこです。18本かな、出てきたんで、あ、結構いい生産じゃん。これなら埋め合わせられるんじゃないの ?10 年ぐらいでと思っていたんですけれども、開花したところではほとんど出てこないんです。埋め合わせになってないんです。 しかも2021年に出てきたタケノコは今年全部咲きました全部咲いたということは全部枯れるんです単名のたけのこ単名の滝を作っているだけということが分かったんですねじゃあ花ですからね種子を作るんだろうと思うんですけれどもまあ正常ならばこういった種子ができるはずですで種子をこういったねあのトラップを使って 補足してやろうという実験をしているんですが2020年の開花の時もそれから今年の開花の時も全く趣旨は観察されていませんですからなんで花を咲かせるのという大疑問が浮かんでくるわけですねで、これが調査するまで全くえっ、ー、と思いもよらなかったことなんですがこんなね小さい缶が出てくるんです高さ2メートルにも及ばないようなで、これが調査するした時のそれが出てきてない時でね あのもうほとんど緑が見えないんですが開花半年後、1年半後にはこのような感じで2メートル以下の小さい缶がぎっしり生えています、これで再生が進むのかと思ったんですが、これが頻度分布ですね、415本も出てきたので大量に出てきたんですが、この子たち2メートルに満たない高さにもかかわらず花咲かせちゃうんですよ。結局、これもすぐには生み合わせにならないんだなと。 いうことが分かってきましたということでこれま,まとめなんですけどももうだいぶ時間が経ってきて多分お話としてはあの素直なのでまとめる必要ないと思いますから疑問だけ言っておきます今まで調べたところもう謎しかありません花をつけてるのになぜ種子ができんのそもそも開花しない方が幸せなんじゃないの君はで更新が今全然滞っているようなんですが120年に一度の稀な出来事としても 進化のの感覚からすすればあっという間の出来事です日本の国の中だけでも何度も開花という現象は1,000年あれば78回できるわけですから起こってるはずです彼らはどうやって絶滅から免れながら個体群を維持してきたのかもうこれらの疑問を答えるためには今後観察を続けるしかないねというところでになっています。 さあこれ最後のスライドなんですけれどもえと調査を許可してくれた地主の方には本当に感謝しかございませんそれからあのこういった8区の不思議っていうのはあの少しずつは分かってきていますけれども今お話ししたように謎が深まるばかりの状態になっていますので一緒に探ってくれる大学院生大募集中ですもちろん熱帯林での生物多様性調査ということもできますので興味のある人はどんどんコンタクトをしてくださいということで 今日ご準備してきたお話はこれで全部になりますどうもありがとうございました